はい、どうも柳田です。今日はですね、ちょっと気分を変えて外で撮影しております。椅子を持ってきて撮影してるわけなんですけれども、ここは自宅の屋上なんですが、もう9月も半ばに差し掛かりまして、夏も終わると、で秋がやってくるぞということで涼しくなってきたんでね、だいぶ気持ちいいなということで、気分転換に外で撮影していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、なんかね、テキパキ喋る動画を撮ろうかなと思ってやり始めたんですけれども、車の音とかさ、バイクの音とかさ、飛行機の音とかね、カラスの鳴き声とかさ、政治家の街宣車みたいなやつの声とかがさ、もううるさくって、これ何テイク目か分かんないぐらい撮影してるんで、もうやっぱやめて、ゆるトークみたいな感じでダラダラ喋りますのですいませんが、それでお付き合いいただければなと思います。よろしくお願いします。はい、で本日のテーマなんですけども、今日はですね、東京マーケットのルール変更についてのお知らせということでやっていきたいと思います。そして解説をちょっと、やりたいと思います。すでにですね、東京マーケットさんに登録されていて、参加されていて、専用の参加者専用のグループ LINE に、入ってる人はですね、ご存知かなと思うんですけれども、木曜日のブランドアパレルの会でノーブランドの商品、ノーブランドの洋服の出品が禁止というふうになりました。はい、なんか冗談か本気か分かんないんですが、罰金を取るぞというふうに言ってたので、ご注意いただければなと思います。まあ、罰金についてはですね、今度矢吹さん、東京マーケットでね、矢吹さんに会ったら直接聞いてもらえればなと思います。あと、まあ詳細についてもですね、詳しいお話についても今度東京マーケットに行った時に矢吹さんに出ていただいて、で矢吹さんに直接説明していただこうかなと思っておりますので、気になる方はね、そちらも必ずチェックしていただければなと思います。まあ僕だけがね、こうやって動画で説明していると、なんかほら、やんややんやうるさいやつがですね、なんでお前が木曜日の会についてどうこう言うんだみたいな、うるさいやつがいるんで、直接矢吹さんに出てもらって、説明していただきますので、僕の今日の解説は補足みたいな、そういう感じで捉えていただければなと思います。でなんでその矢吹さんが詳細を説明する前に補足の柳田が先にね、動画に出てくるんだという話なんですけれども、まあ、これはですね、基本的にルール変更なので、まあ、前回もそうでしたけど、ルール変更なんで早めに伝えた方がいいよねという、そんな感じです。というのもほら、矢吹さんの説明の動画を撮ってる間にもさ、搬入、商品の搬入する人がいるかもしれないじゃないですか。そうするとほら困っちゃうから、そういう人が、ね、聞いてないよみたいな、知らなかったよみたいなことになっちゃうとあれなんで、まあなるべくその周知してもらうために、僕も動画で説明先にしとくよということです。はい、で、まあ、僕のね、所感ですよ、あくまで所感、感覚での解説になるので、詳しい意図とかは直接矢吹さんに聞いてみないとわからないんですけれども、僕が思うところで言うと、まあ東京マーケットの木曜日のブランドアパレルの会としての格がちょっと上がったんだろうねということです。で詳しく説明していきますと、もともと東京マーケットの木曜日は初心者の会ということでスタートしたんですね。で僕が初心者さんに教えるような、そういう会がやりたいということを矢吹さんに言って、矢吹さんがじゃあやろうよということでやることが決まったのが木曜日の会なわけですね。まあそういうふうに僕は認識してるんですけど、違うだろうというそれお前が勝手に勘違いしてるだけだという方はコメント欄メッセージいただければなと思うんですが、僕が言い出して矢吹さんがやろうというその実行力でスタートしたのが木曜日の会というふうな認識をしているんですが、それがですね、まあ、結構長いことやっていくうちに、まあ、初心者の会というよりは今ではもう普通のブランドアパレルの会ということで形に
なってるわけですね。まあ最初はほとんど初心者の人が、初心者の人だらけでね、やってたんですけど、まあだんだん慣れてきてね、みんな古物市場にも慣れてきて、競りにも慣れてきて、そういう参加者の人が増えてきたので、まあ、初心者の会というふうには言わなくなってきたよということなんですが、まあ、そんな中でのノーブランド商品の禁止ということなんですけれども、最初はですね、初期の頃は、いっぱい出てました。ぶっちゃけたくさん出てたし、買う人もいたんですよ。なんだけど、まあ、みんな慣れてきてね、で格が上がったなと、参加者の格が上がったなと、古物市場としての格が上がったなと、商品の格も上がってきたなということで、ノーブランドの洋服がね、まあおそらく売れないんでしょうね。買い手がいないということになってきてるんだと思います。まあ場合にもよるし、参加者にもよるんですけど、まあ輸出をしている人が買うというケースとか、もしくはまだ古物市場に慣れてないから、この競りに慣れるために初心者の人がとりあえずその損得は別として安いから競りで買うという経験をするために買ってみるというパターンとかあったりなんかしてね、ノーブランドの商品も売れてたりもしたんですけれども、まあ売れなくなったんでしょうね。でまあ手間もかかるし、時間食っちゃうし、で基本的にそんな高く売れるもんじゃないじゃないですか。ノーブランドの山がドヤッとあるから1万円になるかって言ったらそうならない。500円とかね、何百円とかいう感じで取引されるので、まあ、手間暇かかる割にはそんなに高く売れるわけでもないしということなんですよ。だから、まあ、ノーブランドのアパレルは禁止しましょうという、そういう形になったんだと思います。比率にもよると思いますけどね、もう8割9割ノーブランドとかっていうと、それはダメだよってなるけどね、五分五分ぐらいだったら許されるんじゃないかなって思いますけどね。その残りのその5割のブランド、メーカーとかにもよりますけど、そこはすごい難しい判断になってくるかなと思うんですが、まあまるっとね、7、8割、9割ぐらいがノーブランドっていう場合は、まあ怒られるよということです。なので禁止というふうになったということですので、ご注意いただければなと思います。はい、そんぐらいかな。まあ売れないんでしょう。で、まあ、僕思うんですけど、古物市場で山売りを買ってきて、でまあ売れると思う商品だけを抜いて、残ったものはまた古物市場で売ればいいんだよっていうふうに僕がまあ言ってるっていうね、山売りを買えというふうにずっと押してるということで、まあ、こういうね、売られ方をしてるっていう場合もあるかなとは思うんですが、まあ適材適所というか、売れる形を整えて、また違う古物市場で売るっていうのが重要なので、なんて言うんですかね、ブランドアパレルの会に、そういうノーブランドのものを出しても、売れないわけですよ。なので、売れる場所に持って行って売らなきゃいけないわけ。なので、ノーブランドのアパレルの山とかがあったら、まあ、売れるか分かんないですよ、ぶっちゃけ。売れるか分かんないけど、そういうのは、道具市場の方で出すのがいいと思います。はい。言うて、ブランドアパレルの会って言ってますから。だから、売れないから。頑張って搬入しても売れませんので、鼻から入れない方がいいと思います。手間だけかかっちゃうから。だから、東京マーケットの場合で言うなら、火曜日の方に、木曜日ではなくて、火曜日の方で売ればいいんじゃないかなって思います。うん。ただ、その上で売れるかは分かんないですよ。うん。そういう感じ。だから基本的に山売りを買っていいもの、自分が売りたいものを抜いて残ったものは違う古物市場で売りましょうって言ってますけど、この売りましょうっていう、これは売れるように形を整えなきゃいけないわけです。売れる場所に売れるようにして売ると、出品するということが大事になってきますので、その点をね、押さえてもらえればなというふうに思います。はい、まあ、長くなりましたけれども、ひとまずは東京マーケットの木曜日のブランドアパレルの会でノーブランドの洋服、これは出品しないでくださいと。もうおそらくね、バッグもあんまり売らない方がいいんじゃないかなと思いますね。ノーブランドのバッグまとめてこうさやっても、まあ知れてるかなと思う。それだったら道具の会、火曜日で売った方がまだいいんじゃないかなっていう、そんな感じであります。はい、以上です。わ、なんか西日が差してきちゃった。はい、で
ね、まあ前半でも言いましたけど、僕だけがやや解説しててもですね、なんでお前がそんなこと言うんだという言ってくる人がねいる可能性があるんで、詳細については会長の矢吹さんに出演していただいてもらってで説明してもらいますので、そっちをねチェックしていただければなと思います。ちょっと眩しいんで今日はこれぐらいにしようかなということで、ありがとうございました。出品する際はご注意ください。はい、じゃあね。Me dizzy, and when you're gone, I miss your face.